文鮮明2012年9月3日は、韓国の宗教家、世界平和統一家庭連合、国際商教連合を含む統一運動の創立者、妻は、ハンツルコ。文鮮明は、世界中にいる、統一教会の信者にとっては、地上に再来したメシア、第三のアダム、再臨の主であり、彼と妻のハンツルコは、真の父母であると考えられている。しかし一方では、 第一級の宗教的詐欺師であり、陰謀によって、会員や、元会員、その家族たちの人生を台無しにしてきた、悪徳商人であると捉えている人々もいる。一部のマスメディアは、有名な、韓国人伝道師、問題の宗教的指導者、何万もの求道者を洗脳したカルトの人形遣い、など、彼を多様に描写している。その評価は極端に分かれるが、 宗教学者のダグラス・イー・コーアン、宗教社会学者のデイビッド・ジー・ブロムリーは、どのように描写されているかは別として、20世紀後半の最も目立った新宗教の指導者の一人であると評している。1920年1月6日、現在の朝鮮民主主義人民共和国にあたる平安北道帝州軍で出生した。祖祖父の代まで裕福な儒教家門だったが、15歳の 時に兄弟が精神病を患い、それをきっかけに家族全員がプロテスタントの一派長老派キリスト教徒となる。16歳の時に祈祷中にイエスキリストと列通しサイリングの使命を継承する要う証明を受け、最初はコバンダが最終的に受け入れたという。さらに聖書を学び祈りを唱えるうちにさらなる啓示を受けたとされている。彼は、 正式に進学を学んではいないが、初動で中国の古典を学び、仏教やその他の宗教に親しんでいた。18歳の時に、形城に上京して学校に通い、電気工学を学んだ。イエス教会の所属教会である、名水大教会に通った。イエス教会とは、リリュウがイエスの森林を主張する、リアキラ・を通して得た刑事に従って、 1933年6月に設立したもので、李は同年10月に死去した。よって両者に面識はない。文は同教会の講師を務め、イエス教会のリーダー巨高氏明アキラとも面会し、文の諸根寺には巨高氏明アキラが主礼を引き受けるなど親しい関係となった。文はここで神の説理と究極の真理を得得したと語っており、 理流道を思想的なルーツであるとしている19歳の時に日本に留学し早稲田高等工学校に通って電気工学分野の勉強を続け卒業後1943年に帰国したが翌年10月日本での抗日独立運動に関わっていたとされ軽機動警察部に逮捕された日本では様々な団体の宗教を遍歴しながら 劉はキラの信奉者の一人白南柱の弟子で、あるね百聞が建てたイスラエル修道会で補助、引導師になる。1945年に強い宗教体験があり、これが、後の統一教会の源になったと言われている。自らの思想、原理を系統立ててまとめ、1945年8月に、原理による聖書解釈の説教で、布教活動をスタートしたが、 その教えは、キリスト教主流派に受け入れられるものではなく、迫害を受け、1946年6月、26歳、に、ソ連軍占領下のピョンヤンに向かい、宗教団体をめぐった。キム・ジョン・ファという女性信者の家で集会を行い、集会では、祈祷を行い、神の悲しい心情を思い昼夜問わず、泣いたため、当時は、泣く教会と呼ばれていた。礼拝は、 白い服で行われ、霊的な雰囲気の中で賛美歌が繰り返し歌われ、信者の多くが夢で神の声を聞いたり、啓示を受けたりしたという。異端の教えを広めている、南朝鮮海来政権のスパイであるという噂が、流れ、1948年8月に、共産党警察当局によって、逮捕、投獄、拷問を受け、1948年2月に、社会秩序便乱罪で、 再び逮捕され、港南強制労働収容所で5年間の労働を言い渡された。1950年6月に朝鮮戦争が勃発し、国連軍が19月に港南に達して囚人たちを解放。軍は、富山に向かって弟子たちと再会し、ソウルへ、さらに富山で避難生活を送り、1950年から1955年まで富山で 公安労働者として働いた。協議書、原理原本を執筆し、1952年5月に完成。富山ボンネッコルで原理の説教を始めた。翌年ソウルに移り、1954年5月1日に世界キリスト教統一心霊協会を設立した。世界キリスト教統一心霊協会は、原理運動とも呼ばれる。 1954年に統一教会が礼拝と称して不道徳な性行為を行っているという噂が敵対者によって広められ、官権が文鮮明と4人の信者を逮捕。罪状には貫通罪も含まれていたが、ほどなく徴兵器費以外のすべての罪状が取り除かれ、徴兵器費も無罪となり3ヶ月後に釈放された。1955年に、 理科女子大学の教員5名、学生14名が入信を理由に退職、退学させられ、文は不法監禁等を理由に検挙された。仕分けと称して引行が行われているのではないかという疑いも持たれたが、文の容疑は、兵役法違反及び不法監禁であり、無罪となっている。1957年に全国に伝道師を派遣、1961年には、 北世紀大統領の軍事独裁政権のもとで反共主義思想を展開し政府から庇護された。1958年に日本に布教を。数年間でフランス、ドイツ、スペイン、イタリアにセンターを設立した。1959年10月2日日本でも世界キリスト教統一心霊協会を設立。1964年には宗教法人の認証を受けた。 1959年にアメリカに伝道師を送り、1965年に世界40カ国を回って布教を行い、日本も訪問している。アメリカでは当初ほとんど関心を持たれず、12年ほど停滞していた。1966年に経典、原理抗論が完成。1971年に啓示を受けたとして、1972年に、 アメリカのニューヨーク市に拠点を移し、アメリカのほとんどの州に小規模のセンターを設立、アメリカ移住まで宗教活動に投入する資金源になる大企業の設立に熱心に活動し、日本を経済基盤に世界中に選挙を行った。多様な商業活動が教団の規模を大きく上回る影響力を支える経済的基盤となっている。 1960年3月16日に当時17歳のハンツルコと結婚し、この時期以降合同結婚式を開始した。1968年に下部組織として国際商協連合を設立した。1972年にアメリカに移住し、統一協会の総本部もアメリカに移した。激しい反共主義によって欧米で多くの友好関係を構築し、 国連で二度演説し、ニクソン米大統領にホワイトハウスに招かれ、ソビエト連邦の最高指導者ゴルバチョフに、クレム人ンに招かれるなど、著名な政治家、宗教指導者とつながりを持ち、数多くの保守派の活動に、資金援助をした。1991年12月6日には、当時のロタイグ韓国大統領の北方外交に、こうして、自動車事業で、 中華人民共和国の関東省に進出した際に、朝鮮民主主義人民共和国との接触を仲介していた中国政府の手配により、同年11月30日から韓国政府に無断で電撃包丁して、平壌で北朝鮮の最高指導者である金日成と会談した。文鮮明は、この包丁について、経由地の北京で私の消教思想は、 共産主義を殺す思想ではなく、彼らを活かす思想、すなわち人類救済の思想とする声明文を発表した。会談では、離散家族再会に取り組むこと、核差殺を受けること、自由陣営国家からの投資を受け入れること、軍需産業を除外した、経済事業に統一グループが参与すること、南北朝常会談を行うこと、金剛山開発の実地などについて合意した。 一方、合同結婚式、文一家による信者の生活への厳しいコントロール、組織を揺さぶる、個人的、または、金銭的なスキャンダルといった問題を抱えており、1970年代から80年代には、反カルト運動の関係者、マスメディア、信者の家族によって、文鮮明は信者を洗脳し、自立した思考や行動ができなくなるほど強い思想、統制や、 行動修正の体制を信者に押し付けており、信者は1950年代のホラー映画のように、組織や指導者の奴隷になってしまっているとして、非難された。1975年に、文鮮明が出した、送金命令により、日本の統一協会は過酷な集金、違法な商売を行いアメリカ、韓国等の統一協会の活動に、多額の資金を送金した。 1978年には世界言論人協会を発足させ、毎年世界各国の報道関係者を招いて世界言論人会議を開いた。日本で1980年代から霊感商法などで大きな社会問題となった。1982年に脱税で18ヶ月の懲役の判決を受け服役したが、統一協会の普及の妨げにはなっておらず、出所後も、 統一協会のトップであり続けた。メディアの影響力に早くから注目し、1975年1月には、商協連合機関誌、思想新聞を解消発展させる形で、事実上統一協会と商協連合の機関誌である、世界日報を、日本で、ついで1982年に、アメリカ合衆国で、自らが主導して、ワシントンタイムズを発刊。 その後もニューヨークシティトリビューン、ウルグアイでウルティマスノティシアス、中東でミドルイーストタイムズを発刊。1989年には韓国でも世界日報を発刊した。2000年には経営危機となったアメリカの UPI 通信社を買収した。これらの発行に必要な莫大な経費は日本の統一協会の信者による経済活動が支えている。 2012年9月3日午前1時54分、入院先の韓国、軽喜動、貨幣軍の新進国際病院で肺炎などの症状によって92歳で死去。文鮮明の嫁であった、高蘭ラは、文鮮明は、自らの家庭を、神の家庭、真の家庭、全人類の父母の家庭とし、全人類が模範とすべき、モデル家庭だと主張していると述べている。 1944年結婚、1957年離婚、文鮮明と金明博は婚姻していない。起身は、蔡佐清との婚姻中に誕生。1960年結婚、四度目の結婚である。なお、詳細情報のない子女は、統一協会に表立って関わっていないか、脱会している。また高蘭宿の証言では、文鮮明、ハンツルコ夫妻は、 子供が生まれるとすぐに統一教会の兄弟姉妹に預けてしまって、乳母や子守りをさせ、自身は養育にはあまり関わらず、具体的には、高蘭宿が文鮮明の家に行った14年間の間に、文鮮明夫婦が子供の花を拭いてやったりゲームをして遊んで、やったりしているのを一度も見たことがないという。高蘭宿自身も親が、 統一協会早々期の信者だったため放置されたが、文鮮明はこれについて、大衆を回収するのが第一で、個人的な幸福を追求するのはわがままと説明している。ありがとうございます。